いいか、ジュディス・ランスターにニナ・フェンリー、この二人はマストだ。この際男どもなんぞ適当でいい。何があっても絶対に確保するんじゃ。ですが監督、今をときめくトップスター二人を同時に抑えるなんて無茶ですよ。それをなんとかやり遂げるのがプロの仕事というもんじゃろうが。予算だのスケジュールだの細かいことは後から考えればいい。心配せずとも責任はわしが全部持つ。諸君は遠慮なく動いてくれたまえ。遠慮なくとかそういう問題じゃないんですってば。いや、白熱していらっしゃいますね。おお、シェリド殿下、よくいらっしゃいましたな。やはりあなたに頼んで正解でした。こたびの映画祭は間違いなく素晴らしいものになってくれるでしょう。映画祭ももちろん、例のパレードについても想像以上に盛り上がりそうだ。どちらも心配ご無用。必ずやメッセルダム以上に白熱する映画祭にしてみせますとも。大衆は拡張だの芸術性なんぞ一里十たりとも求めてませんからな。映画で大切なのはエンターテイメント性、何よりもセックス&バイオレンス。監督、そこはセクシー&スペクタクルなのでは。あっと、こりゃ失礼。わあ、殿下ご恥聴ください。おお、そういえばナージェ城にもパレードに参加してもらうのはありですかな。これだけの逸材生かさないのももったいない。うん、それは確かに。どうだろうナージェ、君さえよければ。殿下、お戯れが過ぎると妹君にご報告しますよ。いやだな、もちろん冗談だと思う。そうそう監督、それ以外の候補についてですが。まったく、いつまでくだらんことをぐちぐちと。売れっ子だから使っているが、皇太子ともども扱いにくいことこの上ない。まあいい、せっかくここまで来た映画祭だ、これを機にさらなるシェア拡大を。こんな時期にどうして。ラングポートの報告読ませてもらったわ。複雑な状況だったようだけど分かりやすくまとまっていたわ。さすがのリモートマネジメントね、キンケイド君。いえ、本当なら私自身が出向くつもりだったのですが、さすがにヘイユエのお膝元で永久もいるとなると困難でした。だからこそ書き回し役を当て込んで効率的に状況をコントロールしたと。いい判断ね。おかげで現地のスリーパーも助かったことでしょう。永久さんともども、君の昔馴染だったかしら。ただの腐れ縁ですよ。千の陽炎の裏でも動いていたそうだけど。アークライド解決事務所、最新のレポートをもらえるかしら。ここ最近の従業員も含めて。了解しました、後ほど部下に提出させます。自分はこれで。失礼します、ローラン室長。ええ、よろしくね。有り余る優秀さと
隠そうともしない野心、少し独断専行が過ぎるけれど、若いうちはそれもいいでしょう。しかし、かの結社が今の共和国、そして A にどう絡んでくるのか。助っ人も来るみたいだし、久しぶりに連絡してみようかしら。ジンさん、まさか風邪ですか？いや大丈夫さ。どこぞのご婦人に噂でもされたかね。ああ、冗談はさておき。続けてちょうだい、アルビス君。はい。それ以外に注意すべきは結社ですが、アイゼンシルトの中隊を全滅させた勢力も謎のままです。アルマータの構成員たちともやはり違っていそうですし。ええ、コートに現れた幹部2名も恐るべき使い手だったみたいだけど、メルキオルという幹部の古巣、どうも複雑な背景がありそうね。東も含めて未確認勢力は多数いるし、何が入り込んでいてもおかしくないわ。 CID なら何か掴んでいそうだけど。あちらさんも最近今まで以上に情報をよこさなくなってるからな。それも単なる縄張り争い以上の。ええ、そんな気配は感じます。やっぱり地道にギルドの情報網を当たっていくしかありませんね。ああ、例の裏解決やお前さんの昔馴染みなんかも含めてな。冗談じゃないですよ、あんなうさんくさいやつの手なんか。ええ、それよりいっそジンさんに切り込んでもらうのはどうでしょう。噂の妹弟子、いえ姉弟子の方を例えばお食事に誘ってみたりとか。私方面のつてよりよほど有望では。悪い、勘弁してくれ。ったく、お前さんも手強くなったな。最初の頃はもっと可愛げがあったもんだが。伊達に何年も鍛えられていませんので。それに先ほどの話はあくまでも真面目な提案ですよ。かつてギルドに在籍し、前大統領の信頼も厚かったという CID 室長、私のもう一人の昔馴染みよりよほど腹を割って話せそうですし。エレインさん、確か飛燕工事だっけ。お疲れさん、待ってたぜ。1年ぶりくらいかしら。また背が伸びたみたいね。うん、さすがにこれ以上は打ち止めっぽいけど。君があの帝国の若きエースっていう。遊撃士フィー・クラウゼル、本日をもって共和国ギルドに着任する。よろしく、ジン、エレインたちも。はーい、そこまで。朝っぱらからキャンキャンわめくなって、盛りのついて犬かっつーの。関係あるんだな、これが。お、顔もバッチリ映ってやがるぜ。
闇金だろうが出るところに出ちまったらさすがにやべえ物言いじゃねえか。チャラにしろとは言わねえさ。そっちもメンツがあるんだろうしな。三大銀行の一般向け利息プラスアルファでお互い手を打つっつうのはどうだ。もちろん荒っぽいのも嫌いじゃねえが、どっちにする？ほら、とっとと払っちめな。これで晴れて自由の身だぜ。そいつはさすがに虫が良すぎだろうが。俺様が間に入ってやってんだ。筋はきっちり通しておけよな。トマ、これにて一件落着だが、どうよ。ったく、ハラハラさせやがって。でも、鮮やかな手並みかと、なんだかうまくまとまりましたし。はい、少し荒っぽかったですけど、双方がギリギリ納得していましたね。その、もしかしてコートでも似たようなことをしてたんですか？まあね、ミラの貸し借りなんざ、コートも使徒も変わるもんじゃねえ。あっちはやりすぎたら、ヘイゆえに沈められるから、わきまえてるやつは多いけどな。うん、なるほど。どうコメントしていいのやら。そんで所長さん、採用試験の結果はどうだい？仕方ね、大負けに負けて合格にしてやる。だが忘れんな、調子に乗って下手打ったら即クビだからな。俺が下手を？ありえねっつうの。つうわけで小娘どもも改めてよろしくしてやるよ。ああ、ガキには一理樹も興味はねえ。惚れちまっても無駄だから気をつけろよ。あはは、うん、本気で言ってるみたいですね。それはともかくよろしくお願いしますね。惚れるとかはよくわかりませんが、実戦での連携は高めたいですね。アーロンさんは村木が多そうなので、精度を高めていただければ。ほう、一丁前に言うじゃねえか。チビ。チビじゃなくてフェリーダです。フェリーでも構いませんが。わかった、考えといてやるよチビ。ったく。事務所もますます賑やかになりそうですね。まったくもって不本意だがな。アードボイルドに過ごしていた日々が懐かしいぜ。たまたそこまでじゃんとか思ってねえか。いえ、そんなことは。そろそろ10時か。ちょっと早いが事務所に戻るか。おお、帰ったらモンマルトで早めのランチとしゃれ込もうぜ。あそこの製法料理はまあ悪くねえ。グラマーな出戻り看板娘も生かすしよう。その言い方はどうかと。でもまかないは本当に嬉しいですね。はい、昨夜のミルクシチューも絶品でした。なら、ポーレット、今夜あたりに飲みに行かねえ？あんまりおばさんをからかうものじゃないわ、アーロン君。こら、アーロン、ママにちょっかいかけんな。まったく、このガキは。うん、うん、
でも全然相手にされていないような。初仕事が所長様と一緒とは光栄ですね。うるせえ問題児、ふらふら勝手に動くんじゃねえぞ。P.S. 思い出くらい大切にしておけ。